ハップル宇宙望遠鏡が撮影したサソリ座の球状星団 NGC6093 球状星団は構成が互いの重力で球形に集まった天体銀河の周りを軌道運動している球状星団は重力的に非常に強く束縛されておりそのために形状は摩対象となり中心角に向かって非常に密度が高くなっている通常 数十万個の古い星からなっている。これは、渦巻銀河のバルジと似ているが、バルジと異なりわずか数立方パーセクの体積しか持たない。球状星団はかなり数の多い天体である。我々の銀河系内では、現在約150個が知られている。アンドロメダ銀河のようなより大きな銀河には、もっとたくさん存在する。巨大楕円銀河の中には一万個もの球状星団を、 持つものものあるこれらの球状星団は1 0 0セク以上という大きな半径の軌道で銀河を周回している。ほとんどの球状星団は銀河に比べてはるかに小型で数十万個の桁の星を持つにとどまるが、中には非常に質量が大きく、太陽質量の数百万倍に達するものもある。例として我々の銀河系にある ケンタウレス座のオメガ星団や M31 の G1 星団などがある。これらはかつて母銀河の周囲を回る友銀河であったものが、外側の星々が超積力で剥ぎ取られて、母銀河に飲み込まれ、密度の高い中心角のみ残ってそれが球状星団に変化した可能性がある。また、球状星団は非常に星の密度が高いため、 星同士の近接相互作用や衝突に近い現象が時折起こっていると考えられる。青色はグレ星やミリ秒パルサー、低質量 X 線連星といった得意な種類の星は球状星団の中でより多く見ることができる。いくつかの例外を除いて、各々の,の,の球状星団は非常に年齢が古いと考えられている。これはすなわち、 星団内のすべての星がほぼ同時に作られたということである。この事実は、球状星団の HR 図を研究することによって認識されるようになった。これによって、初期の高精神化論の理解が進むことになった。多くの銀河、特に大質量の大銀河には2種類の球状星団の種族が存在するように見える。これらは、年齢は同程度と考えられるが、 その金属の存在量が異なっている。これらの種族は、一般的には、メタルプアな星団、メタルリッチな星団と呼ばれている。こういった種族が存在する理由として、多くのシナリオが提案されている。例えば、ガスを豊富に含む銀河の激しい合体とか、Y 小銀河の膠着とか、一つの銀河の中で複数の段階に分けて、星形成が起きたといった説である。銀河系では、 メタルプアな星団は銀河ハローに属し、メタルリッチな星団はバルジに存在する。多くの球状星団は極めて古いが現在起こっている様々な星形成の事象によって若い球状星団も作られているらしいことがわかっている。これらの事象としては渦巻き銀河同士の合体や矮小銀河の中で起きているスターバーストがあり、静音な円盤銀河内にも このような例が見られる。我々の住む天の川銀河の中での太陽の位置が明らかになったのは、球状星団の研究を通じてであった。1930年代までは太陽は天の川銀河系の中央近くにあると考えられていた。なぜなら地球から観測できる天の川の中の星の分布が一様に見えたからである。しかし、 一般的な銀河中の球状星団は銀河を囲む多摩対象の波浪内に分布していることが認識されてくると地球から見える天の川銀河内の球状星団の分布は非常に非対称であることが分かったのである。この一般的な銀河内の球状星団の分布が天の川銀河にも共通しているとの過程に立てば球状星団の分布の様子から 太陽から見た銀河中心の方向や距離が推定できる。また一応と思われた天の川の星の分布も実際には多くの部分がガスやゴミによって遮られ可視光で観測できていた天の川はほんの一部であったことも明らかになった。これらの観測から太陽は直径10万光年の銀河中心から約2万6千光年離れた位置にあることが判明している。 1, 1キロパーセクイコール1 0 0 0ク1億個ないし、数十億個程度の構成により形作られている、賠償銀河で、より大きな銀河の周囲を肯転する。天文学では、原子番号1の水素と2のヘリウム以外の元素を、金属と称する。最もっとも、メタルリッチな星団といってもその金属量は、太陽の金属量よりも少ない。A.B. オックスフォード天文学辞典。 朝倉書店、初版第1冊、104ページ。ISBN4-254150172。ありがとうございます。